woke up in the morning with on my mind. Visualize old times, let's bring it back. Dial one time and you hit me back. Think it's about time that I need. はい、どうも皆さんこんにちは。今回の動画は昔っていうか結構前に質問 Q&A の動画を作りますって言って質問を募集したんですけど、結構作ってなかったのでその動画になります。で、昔答えた系の質問は昔の Q&A を見てもらったら分かると思うので、大体答えてないだろうなっていうのをセレクトして、答えていきたいと思います。何歳までに結婚したいとかありますか？27歳ぐらいまでには結婚できたらいいなって今のところは思ってます。でも焦ってね、なんかどうでもいい人と結婚はしたくないので、まあいい人がいれば早めでもいいんじゃないかなとは思います。ショートカットにしたことってありますか？見てみたい。ショートカットにしたことはね、ないですね。多分子供の頃、すごい子供の頃とかなら多分あるかもしれないですけど、まあなんて言うんだろう、この私の顔の長さ的形的にかなんか多分ショートカット似合わない形なんですよ。多分なんか前見たことあるんですけど、まあ、なのでちょっとまあやることはないでしょう。行ってみたい国とその理由が聞きたいです。国っていうか島ですね。行ってみたい島があるんですけど、ボラボラ島とあとモルディブに行きたいですね。ボラボラ島はすごい海が綺麗なのと、まあ、すごい遠いですけど、モルディブもすごい遠いですけど、理由は、まあ、海がただ単にすごい透き通ってるからなんですけど、まあこの2つは行ってみたいです。あとはなんかプエルトリコとかも行ってみたいし、一番好きなリップは何ですか？私が一番好きなのというか一番使ってるのは多分シャネルのルージュココシャインのロマンスか、ドールのそこら辺のリップとか、マットリップだったら海外のやつ、キャットバンディとかをよく使ってます。辛いこととかあった時に、私がすることとか考えるようにしてること、まあ、大体私人生において辛いことってまあなかなかないんですよ。結構まあ YouTube って結構いろいろな人にねいろいろ言われると思うんですけど、まあ大体そういうのも全然まあ辛くないっていうか、まあ会ったことない人たちなので正直まあ何言ってんだぐらいで終わるんですよ。だからあんまりそういうのは辛くないんですけど、唯一辛いって言えばなんか失恋とか友達に裏切られるとかそういうのだったら辛いと思うんですけど、まあ、友達に裏切られるような人はなかなかいないし、まあ、失恋はなかなかすることもない、1年に1回あるかないかぐらいじゃないですか、まあ、1年に1回もあったら嫌だけど、なのでまあそういう時は大体踊ります。踊って友達と一緒にお酒を飲んだりして話して、でまあ意見っていうかなんか聞いてもらったりして、まあそうすると大体リフレッシュされます。あとは時間です。時間がね何事も全て解決するので、常に自分のことを考えてくれるのはね、一番に考えるのは自分なんで、自分が一番味方っていうのを頭に踏まえて人の意見をね取り入れることが大事ですね。自分が何があってもとにかく譲れないこだわり、強いて言うなら卵の黄身の部分は半熟がいいっていうことぐらいかな。あとは正直どうでもいいんですけど、完全に火通っちゃってる卵、ゆで卵とかは食べれないんですよ。なのでそこは黄身が半熟なのはちょっと譲れないですね。もしどこかでさきさんのことを見かけたら声をかけてもいいですか？これをね結構聞かれるんですけど、まあぜひ声かけてください。まあ逆にあの人あれじゃないみたいな感じでスルーされるのよりは声かけてもらった方が、まあ、こちらも嬉しいですね。でまあよければその変顔と普通のやつと笑顔の写真とかはなんか何パターンか用意してるんで、ちょっと一緒に写真を撮りましょう。その後にツイッターとかでね、今日会ったやつですみたいな感じで言ってくれれば、まあ、フォローを返すので、そんな感じでノリで声かけてください。渋谷ぐらいにいるんで、はい、元気が出ない時にどうやって元気を出してますか？まあ常に元気ではあるんですけども、たまに出ない時はまああります。そういう時はだいたいラテン系の音楽をかけるか、まあ、好きな音楽をかけて踊るか、まあ、クラブに行ってお酒を飲んで踊るか、まあ、とりあえず踊ればなんとかなりますね。あと友達にお話を聞いてもらうということです。
まあ、電話してなりなんなりでもいいですし、まあ、信用できる人に聞いてもらってで笑って一緒になってやばいなっていう話をすれば、まあ、大体元気が出ます。単純な人間なんでね。コーディネートは何を参考にしていますか？いつも応援してます。サンキュー、ありがとうございます。コーディネートは、これ結構バラバラなんですけど、私はピアミアっていう歌手の人がいるんですけど、その人のファッションも大好きなんで、その人のファッションをたまに真似すること、セレナ・ゴメスのファッションも大好きなの。あとはナイロンとかの奇抜なやつとかもたまに着たくなるし、なんならちょっとお嬢様系のファッションとかちょっと着たくなるし、ファッションスナップとか見たりするのと、あとはなんかそのブランドによってその着こなし方も決まっちゃってるので、大体そういうのを分取ってくるかですね。高校時代にやっておけばよかったことを思うことは何ですか？高校時代には高校全部カナダだったので、まあっていうか制服を着てこう帰り道を一緒に帰るみたいな青春をちょっとやってみたかったなっていうのはあります。月に平均いくらくらい洋服代やコスメ代などの美容にお金をかけてますか？ハーフを言うとって、これはね結構聞かれてたんですけども、あの月によってはまあ違うんですよ。でも大体ちょっと私結構家計簿つけてる派の人間なので、あの仕掛けも見てみたいと思います。12月とかは結構出費が激しかったんですけれど、まあ、大体先月のやつは美容と衣服、服ですねは大体全部で10万ぐらいなので、10万131円、なのでまあ大体平均して10万から15万の間は美容にかけて、でまあ交通費が2万円ぐらいだったかな先月は。で交際費、これ飲み会代ですね、が3万円ぐらい、まあ結構少ない。で食費が、2万円でも飲み会代も食べ物と同じなので、まあ同じです。 5万円ぐらいか食費。そうですね、大体10万から15くらいの間トータルで毎月使ってます。あんまり大きなものを買わなければ。さあきさん、あ、ちょっとお金の管理ってどうやってしてますか？頻度高めでコスメいっぱい買ってそのまま100万円直流できるのなんてすごい滑舌がそうだろうな。お金の管理は基本的に何円食べたいかをまず設定して、それを単純計算して何ヶ月12ヶ月で割って、大体最低何万円貯金すればこの目標に達成するのかっていうのを1年で考えて、で、まあ、最低その額を貯金するっていう手法で、まあ基本的にあと私ネットバンクなんですけど、まあ大体ちゃんと残高を見えるようにするのと、まあ家計簿はつけてます。どんな高校生でしたか？海外での学生生活って大変ですか？どんな高校生？まあ、普通の高校生、髪の毛でインボだったりしたんですけど、まあ普通の高校生でしたね。勉強も、まあ、できるっていうか、数学も頑張ってたし、まあ、日本人なんで数学しか輝けないね、単位取って勉強して卒業して勉強しかしてなかったですね。そのお酒とかも絶対やってないし、マリファナーとかも全然やってないし、もうね、ザ健康な留学生の生活を送ってました。海外での学生生活もネタで、私の 今まで生きてきた人生の中で一番大変だった時期です。クリニックはどのように調べましたか？ネットとか試合ですか？そう、整形関連の質問だとどこの病院でやったんですかとか、どのように調べたかっていうのが多いんですけど、どこかはちょっと私責任取れないので、別にみんなに情報をシェアしたくないんじゃなくて、何かもう本当に指摘に取れないので、そこはちょっとメンションできないんですけど、調べ方はツイッターで、その私は基本的にもうやった人、そこの病院でやった人とかの情報をフォローしたりして、見てどこが どういうのにうまいのかっていうのを仕入れたりしたとか、まあで調べましたね。好きな人ができたらどんどんアタックしていく方ですか？割とどうなん、基本的に LINE はすぐ返しますし、その人に合わせますけど、好きだってなったら、そのまあなんか明らかにちょっと恋はありますよっていう感じは、まあ表に出します。どっか行かないみたいな感じで自分で誘う感じではないじゃないですね。向こうが誘ってきたら行くよみたいな感じは OK するよっていう流れは作ってますね。まあ明らかに恋ありますよオーラは多分出てます。好きな男性のタイプ、顔で言う、外見で言うと結構甘い系が好きなんですよ。子犬みたいな感じがまあ好きではあるんですけど、まあ千葉雄大とか岡田将生とかそこら辺りですねが好きだったりするんですけど、まあそれは顔の話で、別にそこまでめちゃめちゃ求めてるってわけじゃないので、結構オールジャンルいけます。なんだかんだね、3代目系も全然いけますし、まあ基本的にイケメンは好きです。はい、
う性格で言うと、まあ基本的に優しい人も好きなんですけど、ちゃんと努力できる人が好きです。あのちゃんと頑張ってきた人、今までもそうだけどこれからも頑張れる人で、私のことをちゃんと考えてくれる人ですね。でちゃんと私のことを信用してくれる人、努力してる人だと私も努力しようって思えるので感化されるので、私はそういう人が好きです。まああと強いてもう一つ言うなら、まあ毎回褒めてくれる人いいですね。あの私結構褒められて伸びるタイプっていうか、まあなんか可愛い、なんか毎回可愛いって言ってくれると、まあ、さらに上に行こうって思えるので、なんか またレベルアップしようって思えるので、まあ可愛いってちゃんと言ってくれる人、まあ、可愛くなかったら言わなくていいんですけど、可愛いなと思ってほしいなこっちとら、なのでちゃんと褒めてくれる人がまあ好きです。するとね、まあ、毎回私は恋愛するときにアップグレードできるんですよ自分が。なので私は失恋して新しい恋を見つけるたびに可愛くなれるという幸せなルートをね歩むことができるので、私はそういう人を大体好きになります。まあ大体あと他のやつはでも基本的に答えたやつだと思うので、省略させていただきましょう。で、あ、ちょっと報告しやすいときは、あのね、黒髪にしたのよ。どうですか？光で茶髪に見えるけど、結構真っ黒な髪の毛染めたので、まあちょっとチャラいの卒業はしてないんですけど、まあちょっと落ち着いたと思います。よし、ちょっと長らく語ってしまった。それではね、また次の動画で会いましょう。